バーク。おはようございます。黒バラ軍団のクロちゃんです。本日はアミューズ三打点さんで実戦です。クロちゃんの入場番号は約100人中4番でした。4番取ったら何打とうかな。前回ですが新鬼武者2を打ち、見事エンディングまで達成し完走することができました。 6.5 号機の可能性、そしてクロちゃんの強力な引きをお見せできたと思います。前回で勝ち方がある程度分かったので、今回も本能の赴くままに立ち回っていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。いや、なんかわかんないけどさ、なんか前回も刀持ってたから、なんか鬼武者2行ったみたいな感じ。まあそれもあんのかな。番号4番取ったけどさ、まだ何打つか決めてないからね。まあいいよ、前回確か刀持ってて鬼武者2、新鬼武者2打ったから、まああやかってもいいかなと思いながらも、まあ本能の向くままだから、俺これ持ってるからってハードボールドとかね、ボーイとかな感じじゃないかもしれないからね。いや、どうせ打つんだろうじゃないのよ。どうせ打つんだろうじゃないのよ。はい、ありがとうございます。お願いします。ここ取りやすいでしょ、どうせ。うわ、今日ラインチャンして終わってんのね。うん、いいでしょ、ここハードボールド行くしんよ。ちょっと待って、やっぱ引っ張られてるじゃん。ちょっと、いや、俺ちょっと本当は違うのをしたかったんだけど、さっき一つ前のお父さんがトゥテテテ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 。ハードボールドに行きましょう。行くしんよ。いや、銃取られたから指でやらないといけなくなってるじゃんか。いやいや、本当に行くしんよ。ちょっと横置いときますよ、これ。とりあえずビッグボーナスいかないと始まらないからね、ビッグチャンス。そこで約2分の1の AR に入ってくれると、あらあら、当たった、当たった、チャンス。え、当たったってこと。当たってるじゃん。チェリーで当たったのかな。ビッグ頼んますよ、ビッグ。いきなり来たよ、ビッグボーナス。はや、ということで、あ、すごいね。ということでビッグチャレンジ、こちらの方来ました。はい、回転数は26回転で当たりました。すごいね。うん、1000円キックだ。久しぶりに出た。すごいね。 1K で当たりました。ハードボールド、やっぱ間違いなかったしね。ちょっと短い銃だからさ、どちらかというとルパン出てくる峰富士子みたいなんだけど。ああ、来た。いや、ちょっと始まったね。喋ってる長いから。あ、これはチャンスですね。で、しかもこれね、ジャックインがありますけど、ジャックインが3回あるんだけど、これがパンクすると AT に入るらしいから、それも見てみたいね。あー、来た。はい、1回目のジャックイン、これがあと2回ありますからね。あれ、本当にパンクする。あー、来た。2回目、本当パンクするんじゃない、これあと2回。あら、パンクするかも。ラスト OK。 ちょっと獲得枚数減りましたけど、グッドラック。パンクは確か入るはずよ。ほら、もうスープね、ほら
やっぱね、ほらね、ズコラッシュ、なんと初めからパンクしました。パンクして獲得枚数は減ったんですけど、しっかり2分の1、約の2分の1の AT 入りました。幸先よし、バキュンバキュン。さあこれ大体この AT 中は約1ゲーム回すごとに 0.8 枚増える計算となってますから、ここでも増えるから楽しみね。あら、あら、チャンス、宇宙チャンス、宇宙。いや違うんかい。さあ頼むよ、ラッキーチャンス。これでもう当たってる可能性もあるからね、ここでわかるから。来い来い、止まれ、もう一丁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 。ちょっと待って、こんだけで終わりなのねえ。いやこれだけどまだわかんないからね、まだこっから。いや終わってんじゃん。しかもなんか 0.8 もいなかったし。嘘でしょ、ちょっと。まあ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 、1回目ね、こういうのが続いてくから。あら、さあ2個揃ったよ。さあこれは来たんじゃない。いや来ないのかい。お、当たった。こんな当たり方もあるしんよ。バキューバキュー。さあビッグかどうかで、ビッグかどうか、バーかな。いやもうやだやだ、負けろ。これもチャンスあるからね、チャンス一応一応あるから。ならないか。74枚、2枚目だしけど全然大丈夫、全然一気にまくるから。あら3つ来たよ、3つ、トントントン来たよ。ってことは行きますよね。さあもう一つ勝負、今度こそ打ち抜くしんよ。で、当たったの？バーだ。これはやっぱり、ここはレギュラーボーナスゲット。レギュラーが多いとやだな。ならないじゃん、ならないじゃん。さあどっちだ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 。いやまずこっちですよね、知ってますよ。さあ今回はパンクしないパターンも見せましょう。いきなり早いね、早い。 15K でございます。あ、104回転104ゲーム、早くも2回目。さあこれ見ててくださいね、これきちんと枠内狙って揃ったらここが変わりますんで、綺麗ですよね。まあちょっとドキッとしましたけどね、ヒット。これでこのゲーム数がゼロになった時に
に今度は順を押してくださいで最後ジャックインができる。もうこれで整ったので、であとは全部またさっきみたいに来たら全部外す、また外しますよ。あ、結構いい音きたね。あら、チャンスじゃない？確かこの音で変わるんじゃなかったっけ。さあラスト、これゼロになりました。そしてここヒットが残ってるので、はい、順押し。さあラスト1回ジャックイン。さあ289枚ルーレット。さあこれでルーレットのラッシュが何個、ラッシュがこれ2つ斜めこう並んでくれたらね、おー、チャンス、大チャンス、大チャンス、オッケーオッケー、チャンスですね、やっぱね、日頃の行い、ザンスということで、2回目のラッシュ入りました、 AT。 今度こそこの AT 中に当たるシーンからね、いわっ、ちょっと待ってよ、50で毎回終わらない？まだわかんない、終わりかい。ちょっと、いかないね。まだまだ一発ぐらい、あ、チャンス、ちょっと遅いのよ、遅いのよ、いやもうちょっと早かったらハイパーなってたじゃん。ここ、これちょっと、これはちょっと、これは酷だぜ、酷だぜ、これはもうビッグで頼むよ、絶対に。もうもういや、もう分かったよ、いや特にだよ、特にだよ、これマジで、待って、今のは入っとかないといけないってマジで。当たったシーンね、よくわかんないけど当たったシーンよ、本当わかんないよねこれ。オッケー、初めての白7ビッグボーナス、ビッグチャンスですね、この言い方で言うとね、ビッグチャンスこちら。さあこれで AT 入るかどうか大事だからね、いや嬉しいね、やっぱ今時の台でね、やっぱね301枚出るの嬉しいよね、300超えんの。さあここ、わ、通常のやつだね、通常のやつ、今のところ3回当たってて、今のところ2回とも入ってますので、戻れ戻れ、オッケー、3発3中全部来たシーンよ、今度こそ。あら、レインボー、レインボー来たよ。ってことは次回確定ってことかな。1000？ 色でバレットラッシュの継続ゲームを指示、虹ならレインボーなら1000ゲーム継続が濃厚、日本人は濃厚民族です。いや、そっちの濃厚じゃないのよ、え、マジで？いや、1000だ1000だ1000だ、サウザンとサウザンと、いや、ほら、やっぱ今日はハードボール、いや、ピストル、ピストル、おい、遊んで、そっちが、ほら、バキューン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 、1000ゲーム、ゆっくり見ましょうか、ビッグでいいよ、ビッグで大当たりでいいよ。
まあそっか、まあ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 いいでしょう。これはちょっと楽しみだね、本当に。ちょっとストックしてる可能性あるしね、さっきので下手すら2個ストックしてる可能性あると思うんだよね、俺。俺はハードボールドの俺は、すいません、ちょっと声が大きくなっちゃって、ハードボールドですいません。行かないかな、入ってないんだね。まあいいでしょう。キワッツ、すごいね、ないパターンあるんだ。キワッツ、行かないね。キワッツ、さあ250回まさかの1回ぐらい来て、本当に止まれ。お、来た。え、どれで、どれで来たの。いや、声言ってたけどさ、絶対来てないと思ったの。来たしんよ、来たしんよ。さあ、ビッグの方でお願いしますよ、ビッグ。あれ、上、あ、リプレイか。あ、いや、リプレイじゃない、はい、取ったじゃん。ということで、ハイパーになるはずですよ。ハイパービッグチャンス。何が違ったんでしたっけ。プラスアルファでジャックインが増える可能性があるんだ。そうだそうだ。あれ、プラスアルファがなかった。あれ、これ結構前あった時2個ぐらいあったんですけどね。まあまあ、こういう時もあるでしょう。入ったね、さすがにこれは入ったね。そうそう、入ってるよ。いや、入ってるでしょ、どう考えても。なんでさ、ねえ、取りこぼしてないはずだぜ。ちょっと待って、あの、田中さん、すっとんきょんな顔はやめて。ねえ、ほら、音がした、今ブルルルル。あ、光りました。ああ、いやだから違うじゃん、驚いてよ。もう何なん、何これ。え、何、え、チャンス、初めて見たよこんなやつ。これ10枚役だから入ってんじゃない、多分これ今日の方じゃない。2個ゲットしてんじゃない。もう、いや、もうこっち、でも入ってなかったんだ、空のやつは。入っててもいいじゃん。あら、何これ、こけたよ、なんかすごいエクセレント、あったんじゃない、入った、思ったんだよね、入るって。キワッツ、全部こっちじゃん。一応1000枚いきました。まだまだいくよ、まだまだいくよ。音違ったね、バキューンと音違わなかったそう言われるとなんか違ってないかもしれないね。あれ、え、
今のは普通じゃん。バキューンと落としたのよ。リプレイ揃って。ってことはコーナーさん。コーナーさん入ってるってことですね。だと思う俺は。どっちなんだろう。勘違いかな。止まれ。進め。勘違いだね。勘違い。ごめんなさい。すいません。あら、チャンス。これも一角狙っていいのかな。一角狙った方がいいかな。一角狙おう。あ、ごめんなさい。そうですね、すいません。いやいやいや、今のはいいです。別にダメになったの今の。もしかして、え、損したってこと。もしかして今の判定なし。どっちねえ、今のは何。座れたの。どうなの今の。どうなの今の。ねえねえねえ、今のどうなってんの。今の座れたの。ねえ、チャンス、チャンス、チャンス。エクセレント、入ってんじゃない。ほら、え、さっきのかな、さっきのかな、あれ左から押してくださいって出たよ。あれ、え、今のは関係あるのかな。どっちなんだろう。関係ある、あるっぽいよね。外れから始まったね今ね。だから多分その法則もちょっと分かんなくなったね。外れからだと入ってんのかな。どうだろう。もうけど嫌な方からやってみるね。え、もうやだ本当に。ねえ、ちょっとちょっとひどくないマジで。ねえ、いわっ、入ったよ。喜ぶんだったらこれ持ってやってくださいじゃない。違う違う違う、長野さんみたいになってるから。ちょっと、もうもういらないよ変なやつ。頼むよこれ。あら、なんかまた来たよ。エクセレント、もう一個入ったってこと。2つ入った、2つ入ったね今のでね。今回はやっぱ頑張ったからさ、どっちもどっちもビッグじゃない。どっちもビッグいきましょう。また1個。これでビッグ2回でレギュラーボーナス3回だったから、あともう1個あるから、あともう1個引いたら同じ数ね。いやいや、そうね、ごめん、いや今のはごめん、今のは俺も良くなかった、良くなかったけど、それぐらいテンションが上がってるってこと。チョキ、ほら、これはね、プラスこのハイパーの時はレア子役とかでジャックインが1つ増えたりするから。さあ、もう1個ジャックイン来い。 OK、 2個溜まった。すごいよ、だってね、ワンビッグで437枚だからね。さあ、これがどっちかよね、どっちか。これでね、3対3にしようよ。来たね、やった、よかったよかったよかった、来た来た来た、来た、ワンパンしちゃったな。あら、チャンス。あら、これ来ましたね。苦しいよ俺さっきから。オッケーオッケー、今度こそオッケー。ジャックイン、さあエクストラ、エクストラでございます。
エンディングだ。エンディング、ちょっと待ってくださいよ。 AT 戦ゲーム全部いけてないじゃないですか。その先見たかったんすよ俺、もっともっと当たってたはずなのに。ちょっと待ってくださいよ、待ってくださいよ。もうほら線いってないじゃん、ねえ、もったいなくない。いや乾燥するのは分かってたからさ、あめっちゃ嬉しいけどね。すげえしたよマジで、取っとこう。やばくない、いくよ。普通に戻りました。はい、感動のエンディング終わりました。いやまだあと1時間あります。いや普通はねこれで終われるはずなのよ。ねあと1時間あります。あらリプレイでもしかしていけますか。シューティングチャレンジ。さあこれリーチに打ち抜けたからここで行こう。ここで真ん中中押し行きますよ。中押しダメでした。ダメでした。さあ今のシューティングチャレンジ、もう一丁いきますよ。もう一丁OK、 来たしんよ。すごいね、しくってその次のゲームでまたチェリー出してそれでいくの。さあビッグチャンスお願いしますよ。これはまあいいでしょ、まあまあ。あら、いきなり。さあ一角いきます、一角。あ、けどなった、来たってことです、来た。ほらまたこれ、いや今のタイミングが違うのね。ねえほら、やびっくり、もうちょっと怖いんだけどあれ。さあ今度こそ OK! 優秀の美だしんね。さあもうこれで気持ちよく AT やって終わろう、終わろう。ルーレット抽選。あ、結構チャンスの方ですね。はい、3分の1じゃないチャンスの方、これも来たでしょう。え、そっち？ちょっとぶつかって、いかんのかい。いや泣くぐらいだったらぶつかってよ。もう終了、バッキューン終わり。どうです、2号お疲れ様でした。実戦終了いたしました。本日の結果なのですが、投資690枚、回収2565枚、サマイ数がプラス1875枚でした。本日の立ち前なのですが、本能の赴くままにハールドボールドを打ち、1000ゲームの AT を獲得し、前回同様完走することができました。これで
勝ち癖がしっかりついたので、次回も出して出して出しまくろうと思います。次回もよろしくお願いいたします。